ユニ早稲田ゆきくん委員長早稲田くん、はい、立憲民主党の早稲田ゆきと申します。よろしくお願いいたします。本日は雇用保険法改正の審査にあたりまして、参考人の皆様にご出席を賜り貴重なご意見を賜っておりますことをまずもって感謝申し上げます。私からまず働く人の立場からのご意見として、連合の総合政策推進局長であられます富高参考人にまず伺わせていただきたいと思います。今回政府が提出をいたしましたこの雇用保険法改正、これはコロナ禍の厳しい情勢に雇用情勢を踏まえまして、雇い止めの離職者や雇用情勢の悪い地域における休職者の基本手当の給付日数の拡充措置を延長するなど、さまざまな暫定措置の継続など、こうした点については評価がおおむねできると思っております。先ほど参考人からも ご説明がございました。その上ででございますが、このコロナ禍においてその働く現場からどのような声が上がってますでしょうか。お聞かせください。富高参考人。はい、まず雇用保険制度全般も含めてどういった声が上がっているかということでございますけれども、先ほどございましたように雇用調整助成金や産業雇用安定助成金、こういったことで雇用が守られているということについて評価の声があるかというふうに思っております。また今回 その特例措置等の延長等も含めですね、雇用保険にの役全体に対する役割に対する期待というのは非常に大きいと思っています。でまた現場の声ということでございますけれども、先ほどもございましたね、雇用への影響も業種によってかなりばらつきがございますけれども、特に交通運輸観光サービス、飲食の業界を中心に非常に厳しい状況になっております。そういった業界からはですね、コロナ禍の長期化で自助努力が限界に達していると、また雇用調整助成金の特例措置によって雇用がかろうじて守られているんだと、そういった厳しい状況に関する声、それから雇調金の特例措置については国費の投入による安定財源の確保などのを求める声というのをいただいているところでございます。早稲田由紀君、はい、大変厳しい職種におきましてはこの雇用調整助成金でかろうじて守られているという評価もあるということでございます。ありがとうございます。しかしですね、この改正案につきましては、一方で大変最大の問題点というのは失業等給付にかかります国庫負担割合について、これまでの本則の4分の1から実質40分の1に引き下げるというものであります。これは雇用情勢、雇用保険の財政状況が悪化している場合にのみ4分の1とするもの、そしてコロナ禍で厳しい経済情勢が続いている中で、労使折半のこの雇用保険料率を 0.2% から 0.6% にこの10月に引き上げるということを決めた一方で、こうした国庫負担割合の実質引き下げ、これは解約ともいえるもので、雇用政策の担い手としての政府の責任を果たしていないのではないかと言わざるを得ません。そしてこの国庫負担割合を実質下げる代わりに、雇用情勢、雇用保険財政の状況に応じて国庫から機動的に繰り入れると、そういう新しい制度も作る仕組みというふうにはしておりますけれども、その要件は法律、それから政令には一切明確にされておりません。そこで2本目伺います。国庫負担割合の見直し及び新たな国庫繰り入れ制度についての機動性、実効性については、富高参考人がご出席の労働政策審議会においてどのような議論が行われてきたのでしょうか。教えてください。富高参考人。はい、労働政策審議会雇用保険部会におきましては、労使委員から国庫負担の意義や過去の付帯決議を踏まえれば、国の財政状況に左右されることなく、現行制度の本来の負担割合である4分の1に戻すべきというような意見が、国庫負担割合の見直しについては出ていたところでございます。また労働者側というところで申し上げると、雇用情勢および
雇用保険の財政状況が悪化している場合以外の国庫負担を40分の1とすることについて、まあ、合理的かつ十分な説明がなされていないのではというような指摘もしているところでございます。まあ、こういった議論があったことにつきましては雇用保険部会の報告にも意見が付されているところでございます。また、新たな国庫繰り入れ制度についてでございますけれども、この機動性実効性のところにつきましても、まあ、様々意見が出ました。こちらにつきましては一定要件の下でですね、国庫から繰り上げができる新たな国庫繰り入れ制度が示されたわけでございますけれども、国庫繰り入れの機動性実効性の担保というところではその懸念について労使委員から意見が示されたところでございます。年度決算を待ってからの対応では機動性に欠けるのではないかと。また雇用情勢と雇用保険の財政状況の片方が悪化していない場合には少額の繰り入れ額にとどまって財政安定化が果たされないのではないかと、そういったような主張があったように思っております。最終的には雇用情勢と雇用保険の財政状況の両方が悪化している場合には1年分の予算に相当する資金が確保されるよう、まあ、国庫繰り入れを行うと、それ以外の場合には保険財政が赤字となることがないよう国庫繰り入れをすること、また早期の財政安定化を要するときには決裁確定後などの時点を問わず部会で議論し必要な対応を取ることというところが雇用保険部会報告には記載をされております。ただ運用につきましてはですね、先ほど申し上げたように法令整理等には記載はされていないということでございます。以上でございます。早稲田由紀君、はい、ありがとうございます。国庫負担のその、本則をですね、4分の1で維持すべきこと、それから機動的な国庫負担、繰り入れの基準を明確にすべきということは労使で一致した意見であったということをしっかりと確認をさせていただきました。まあ、つまり40分の1に引き下げることについて、それからまた新たな国庫繰り入れ制度の機動性実効性ともに労使で非常に懸念が示されたということだろうと思います。その上で私たち立憲民主党はこの雇用のセーフティーネットである雇用保険が将来にわたり安定的に運用されるために国庫負担割合の4分の1の本則を維持するとともに、機動的な国庫繰り入れにつきましては雇用情勢やこの雇用保険の財政状況に応じたその基準を明確に政令で書き込むこと、定めること、そしてさらに労働政策審議会のご意見を聞くこと、これを入れ、さらに育児休業給付については雇用保険外のフリーランスなどの働き方も広がっておりますので、そうした方々にも対応できるように雇用保険ではなく国庫負担の新しい制度を作るというようなことを盛り込みました修正案を、3月11日に国民民主党そして有志の会とともに、提出を共同でいたしました。まあ、この3問目、このことにつきまして国民民主党そして有志の会立憲民主党の提出した修正案に対しまして連合のご見解伺いたいと思います。富高参考人。今回立憲民主党国民民主党有志の会で共同提出された修正案の内容につきましては国庫負担割合を本則に戻すということ、それから機動的な国庫繰り入れの確保といった内容も含めて連合の考え方と共通するものというふうに考えているところでございます。早稲田由紀君。はい、立憲民主党国民民主党それから有志の会で共同提出をいたしましたこの修正案は連合の考えとも合致をすると共通をするというものであることを確認をさせていただきました。ありがとうございます。もう一つ、職業安定法関連でフリーランスのにかかる募集情報について伺います。募集情報と提供事業者の求人広告については雇用契約ではない業務委託それから、請負いなどいわゆるフリーランスと言われる方々に関する情報も、掲載をされておると思いますけれども、このフリーランスに対する対応について連合としてどのようにお考えでしょうか。富高参考人。
募集情報の的確性、まあ、正確性、最新性については、まあ、これは雇用にかかる情報のみならず、まあ、フリーランスにかかる情報についても担保されるべきだというふうに考えております。非雇用だからといって、募集情報が的確でなくてもいいということにはならないというふうに考えております。今回その職業安定法が対象としておりますのは労働者であるということでございますので、フリーランスが法の適用対象外ということは承知しておりますけれども、だからといってその募集情報の的確性をでは一体誰が担保するのか、事業者に一任することで本当にいいのかどうかというところについては課題が残るというふうに考えております。今国の方ではフリーランス役当番などで相談を実施しておりますけれども、寄せられる相談内容や募集情報の実態調査、こういったものを行っていただき、まあ、その内容を踏まえて保護の在り方については引き続き検討していただきたいというふうに考えているところでございます。早稲田由紀君。はい、私も党のフリーランスの関するプロジェクトチームの方で引き続きこのフリーランスの方への保護についてまたご意見を賜りながら考えてまいりたいと思います。他の他の参考人の方々にも伺いたい、ご指導を賜りたかったところでございますが、時間となりましたのでこれで質問を終わらせていただきます。大変ありがとうございました。次に一谷雄一郎君。